皆さんおはようございます。斉良平です。今日が10月3日火曜日ですね。はい、ということで、無事に、福山公演、終了しました。ありがとうございます。平日のね、昼間だったにもかかわらず満員御礼でした。本当にありがとうございます。本当にね、感謝です。ありがとうございます。ということで、今回はですね、福山で公演に参加してくれた皆さんからの質問とちょっとリクエストがあったので、そのお話をちょっとさせていただこうと、思いますっていうことなんですが、まずね、一昨日ぐらいの大阪ぐらいでも結構突っ込まれたことですし、今回の福山公演でも言われたんですけども、先生、携帯のストラップ、これ何ですかと、一体何なんですかってことなんですけども、実はこれね、嫌な人は嫌ですよね、これね、嫌ですよね、これね、インディアンタイガーセンチピートっていう虫です。はい、猛毒ので、これが何かっていうと、ファイヤーサラマンダーっていう、ファイヤーサラマンダーっていうやつなんですけど、この2匹がね、僕のお尻の方でいつもチラ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 してるって言って、これは一体何の意味があるんですかっていうことを聞かれたりとかするんですが、まあ反対から見るとね、気持ち悪いですよね。気持ち悪いと思うんです。で、魔除けですかって言われるんですけど、確かに猛毒の、ガチャのアイテムなんですよね。ガチャのアイテムなんですけども、娘が引いてくれて、つけておいこうっていうのがあったんですけども、これをつけるのにも実は理由があります。実はこれね、魔除けの意味はないんですよ。全然。魔除けの意味はありません。ないんですけども、これをつけることによって、一体何があると、魔除けとは真逆で、僕はよくね、これをなんでつけてるんですかって言われたら、神様に絡まれるんですよねっていう話をしたら、みんなえっていう話をするんです。はい、これね、気づいた人、今気づいた人ね、すごいなと思うんですけど、もし気づきましたかね。僕これいつも後ろにあるポケットにポッと突っ込んでおくと、携帯がこう隠れてこれだけが出てくる状態なんですよ。こういう感じで携帯からこれだけがちょろんと出てくるんですけども、これをつける、あ、これはいいなと思ってつけたのは、前は今は別で持ってるんですけども、キーホルダーとして持ってるんですけども、バードコールっていうキュッ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 って鳥の声がするね、あれを持ってて、で、それよりも今回は絡まれる率がめちゃめちゃ高くなったなと思って、っていうのが何かというと、一番下のね、娘と息子を保育園に送ってるんですけども、保育園に行ったらね、これが僕のお尻からポロンと出てると、必ず子供たちがこれを引っ張ってくるんですよ。ギュッギュッつって、何これ何これって引っ張ってくるんで、おいやめろーみたいな感じで言いながら、僕がそれを言ってるのは、子供たちにね、元気よく笑顔で絡まれるとね、その日の流れがとってもいいんですよ。だから子供たちがあえて突っ込んでくれる何かアイテムをいつもお尻からちょろっとスロップとして出しておくと、子供たちがね、興味津々なので、で、この子供たち、運のいい人は純粋、素直、単純なんです、ね、そういう人と出会うのって大人になったら難しいんだけど、保育園幼稚園に行ったらいっぱいいるんですよ。もう好奇心旺盛だしってことで、この子たちに話しかけてもらうとか絡んでもらおうと思った時に、これをアイテムとして持っておくと絡まれるからってことで、いつか子供たちに引っ張られてちぎれるその瞬間までつけておこうかなとは思ってるので、実はこれは僕のね、ラッキーアイテムとして、純粋、素直で単純な神様はね、絡んでくれるんです。なのでこれをつけてますっていうことが一つですね。あともう一つは、話し方の中で人を引き寄せる、人を引きつける話の仕方っていう練習の仕方とかっていうのはあるんでしょうかってことを言われたんですけども、これはね、あります。あるんです。実はあるんですけども、運のいい人の話し方ってありますかって言った時に、運のいい人の話し方は結構ね、いろんな声と発声を出しますけども、特徴的には、ルレツがしっかり回る。その上で何を言ってるのかっていうのを小さい声でも大きな声でもはっきりと聞き取れるっていうのと、運のいい人はね、ちょっと声がでかいです。はい、内緒話がなかなかできないっていうのも、声のトーンがもともと大きいってなりますけども、人を引きつけるっていうもの自体で、僕もね、これ長いこと悩んだんですよ。長いこと悩んだ時に、人を引き込むとか引きつけるとかっていう話し方っていうのは一体どんな方法がいいのかなっていうのは、僕は声の中で少し工夫してるのは、小さな声とか大きな声とか、間っていうもの自体をとっても大切にしますね。あとは皆さんによく、このことについてどう思いますかっていう質問を投げたりするっていうのは、高校生の講演会の中で習ったことなんですけども、やっぱりね、高校生の子たちとかっていうのは興味もないし、お金も払わないし、もう何話すんだよって言ってるテンションの低い人たちを引きつけるためには、一体どういう練習していこうかなと思った時に思いついたことってのは何かというと、実はですね、子供たちに絵本の
読み聞かせをするっていうことなんです、実はこれ。長くなくて大丈夫です。長くなくて。これができるようになってくると、昔はね、子供を寝かしつけるために一番いい本っていうのがあって、もうちっちゃい字で長くダラダラと何回も何回も繰り返し繰り返しっていうのがあったりして、だんだん子供たちが眠くなるっていうのがあるんですけども、本当に人を引きつける。そして、喜ばれるっていう話し方のトーンとか間とかっていうもの自体を極めてくると、子供たちが絵本を読んでも寝ないんですよ。次読んで、次読んでって言われる。で、これを何かって言った時に、例えば桃太郎とかっていうものだったら、桃太郎の主人公の気持ちになって読むし、犬、猿、キジっていうその、人たちになって読むし、鬼になった時、鬼が怒ってる時どんな声を出すのかっていう、この練習を繰り返し、同じ淡々と同じトーンで呼ばない、桃太郎になったつもりで、その上でキジになったつもりで、鬼になったつもりで、おじいさんおばあさんになったつもりで声を出すっていう、その人たちのキャラクターとか感情を自分の中でイメージして、それを喋るっていう練習をすることが僕が一番最初にやったことですね。なのでこれをやってると子供たちが寝ないってことに気づいて、喜んでテンション上がっちゃうからですね。でもこれはいい練習になります。なので小説とか本でも主人公がいっぱい出てくるやつ、そういう本の中でも、例えば失敗から立ち上がってガーッと上がっていく人の本とかっていうのを、落ち込んでる時どんな声を出して、上がっていく時どんな声を出して、お金持ちになった時どんな声を発してるのかっていうことを何度もイメージして練習したっていうのが、人を引きつけるっていうことに対して一つ練習してる一つのきっかけになるんじゃないかなと。あとは間の取り方が上手い人もそうですし、あとはいろんな工夫をしますよね。まあ僕の中で最初に練習したことっていうのは、僕が引きつけられるかどうかは知らないんですけどね。ただその子供たちが寝ないようにどう工夫していこうかと思った時に、一つやった練習っていうもの自体は、子供たちに絵本の読み聞かせを全力でやるってことですね。もう本人になったつもりでやるっていうのがきっかけだったんですね。なのでそういった方法でやることもできますしってことと、まあ、今日の講演会とあと前の講演会でいくつかお話しさせていただいたんですけども、来年ね、辰年っていう2024年っていうタイミングで、言霊って言いますね、言葉には魂が宿るっていう時に、本当に重要なことっていうのは、ただ走ってるだけよりかは、そこに対して自分の感情とイメージを込めて言葉を発すると言霊っていうのは出来上がりますよと。でもこれって実はね、ネガティブな言葉って、例えばクソとか、ね、畜生とかっていう言葉を発する時って自然に出来上がっちゃってるんですよ。そのクソって思った人の顔だったりとかイメージも感情もそこに入ってるので、でもただ、ついてるついてるついてる、これも別に悪くないんですよ本当に、とか感謝します感謝します、ありがとうありがとうありがとうってのもいいんだけど、ここに対してイメージと感情がプラスの言葉になかなか乗らない人っていうのは、言霊としてそれを発することができない。で、言霊として発すると必ずそれは自分の現実を引き寄せるっていうのもあったりするので、話す時っていうものは、まあ、本人になった気持ちで喋るってこともそうですけども、言霊を生み出す、自分の本当に今の現状を変えたいからこそこんな言葉を発したい、自分の夢を人の前で喋りたいって思った時に、必ずここには感情とイメージっていうものをしっかりと込めた上で発することで、初めて言霊として私の人生を変えてくれるきっかけとなります。なので愚痴文句がダメというよりかは、愚痴文句は感情とイメージが入りやすいんですよね。だからこそ注意してほしいことは、プラスの言葉を言うときに感情とイメージっていうもの自体をちゃんとセットにして発すると、同じように言ってた愚痴自体を相殺することもできるし、自分の夢を叶えてくれる一つのきっかけともなりますよってことを知った上で、話し方とか言葉ってものを発するっていうのはね、とっても来年はね、重要なキーポイントになります。なのでそういった訓練を今からやっていこうと思った時に、絵本の読み聞かせもいいと思いますし、その上で感情とイメージを大切にして今から練習しておくってことを、ぜひとも覚えておいてくださいっていうことです。はい、そんな感じでちょっとね、朝からこれを見てって思った人もいるかもしれませんけど、これね、子供たちに大受けするんですよ。だからこれつけるんです。はい、なんですけど、特別ね、お守りとかなんとかっていうものよりかは、実は子供たちに絡まれるといい一日になるなっていうのに気づいたので、子供たちに絡んでもらうために、それをねつけてるってことですけども、子供たちじゃなくても普通の大人でも絡んでくれますよね。これ何なんですかって言われると話が広がるので、まあ、それもきっかけですってことですね。はい、そんな感じで今日の元気よく皆さんにお届けしたいと思います。では行きます。はい、今日の元気よく、今日は仕事が帰るぞ。では行きます。行きますよ。せーの、よっしゃー。ということで今日も元気よく行ってらっしゃい。
から火